4月10日から3日間、取手市米の井にある龍禅寺三仏堂で特別公開が行われました。龍禅寺三仏堂は国指定の重要文化財で、室町時代に建てられました。最近解体修理がなされ、室町時代の姿に復元されています。三仏堂とは三体の仏像を収めてあるお堂のことです。三仏堂の内部は全く装飾がなく、落ち着いた雰囲気の中で行事が行われたことでしょう。屋根の梁や骨組みが見どころかなと感じました。関東鉄道上総線稲戸井駅を降りて国道294号線を渡り、秘境塚の脇の小道を入り、道なりに行くと龍禅寺三仏堂となります。